日本キリスト教団合同前の日本キリスト教会、代表の準備委員。後列左より、熊野義隆、三好つ富田光、蔵、小野村林蔵、沢渡る、浅野淳一、飯島聖太、堀内智郎、前列左より、今村光太郎、村田志郎、金井田明一郎、村岸清彦今村光太郎9月20日から1973年3月3日は、 日本キリスト教会の牧師である。1905年に日本キリスト組合教会多門で松井文也牧師より洗礼を受ける。その後、日本キリスト教会港川教会の内藤が一の指導で神戸神学校を卒業する。1912年に教師補、1914年に日本キリスト教会の教師に認職される。その後、豊橋高松、 越谷の牧師を務める。1922年に神戸の住吉教会の牧師に就任する。1920年にはプリンストン神学校に留学し、BBO フィールドの訓導を受けた。帰国後、1923年より中央神学校の教授として、教会師と教理師を教えた。1940年には57歳で中央人学校の校長に就任した。 1941年の日米海戦により、神学校は閉鎖される。1945年に太平洋戦争の終戦を迎えると、神戸神学院を開校した。1951年には、日本キリスト教団を離脱し、沢渡る、上村玉城、小野村林蔵らと共に、日本キリスト教会の再建である日本、キリスト教会を創設した。 第3回大会では議長を務めた。1964年に牧師を引退し、1973年に死去した。ありがとうございます。